サロン .com とは、サロンメディアグループが運営する平日更新のオンライン雑誌である。1995年11月20日に、デビット・タルボットによって立ち上げられた。アメリカ合衆国の政治や、時事関連の話題、音楽、書籍、映画の批評を中心に扱っている。本社は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコのダウンタウン西部にあり、現在の編集長は、 ケリー・ローワーマンが務めている。かつて編集長は、ジョーン・ウォルシュが長年務めていたが2010年11月、執筆業に専念するために退任した。ただし、その後もサロンドット・コムの主要編集者に留まっている。この雑誌では、多種多様な話題を扱っており、音楽、書籍、映画の批評記事や、モダンライフと称した人間関係、友情、性的行動を扱った記事や、 特にフリーソフトウェアオープンソース運動を焦点に当てた技術関連記事がある。サロンは常にある程度のインタラクティブ性を持つことを心がけており、ザウェルにてサロンのコンセプトで2005年より登録ユーザーに向けて編集に関するコメントを公開している。2008年、サロンは最大級の双方向イニシアチブとしてオープンサロンという読者向けのソーシャルネットワークサイトと ブログネットワークを立ち上げた。かつてサロン .com の編集長だったデビット・タルボットはあなたは読者を増やすためのタブロイド報道でどこまで行くのかという問いに対し以下のように返答している。サロンがよくあるタブロイドしか我々は秘密を作らない。私は我々はスマートなタブロイドだと周囲に言ってきた。もしあなたの思うタブロイドの意味が大多数の聴衆へ。 届けようとする試みや読者に直感的で重要な記事を執筆する試みのことだったら5人の子供を歴史させたヒューストンの母親の話やワシントン州で行方不明になったインターンのチャンドラレビの話のことですね。定期寄稿者には政治オピニオンライターのグレン・グリーンウォルドやアレックス・パリーネ、政治アナリストのスティーブ・コーナッキ、批評家のローラ・ミラー、マット・ゾラ・セーツ、 アンドリュー・オーヘア、ポップカルチャーコラムニストのマリー・エリザベス・ウィリアムズ、航空コラムニストのパトリック・スミス、フェミニズムや性に関する記事を執筆している、トレーシー・クラーク・フローリー、人生相談担当のカリー・テニス、経済ライターのアンドリュー・レオナルドがいる。デビッド・タルボットは創設者、初代編集長であり、その後 CEO を務めていたが、2011年7月、CEO は、 リチャード・ジンジャーズに交代している。現在の編集長はケリー・ローアーマンが務めている。ゲール・ウィリアムズがザウェルの運営をしており、ノルマン・ブラッシカが最高財務責任者と運営のバイスプレジデントを務めている。サロンはデビット・タルボットによって1995年に立ち上げられた。1999年4月にインターネットコミュニティサイトであるザウェルを買収。 同年6月22日、ナスダックにサロン .com の株式公開を果たす。2001年4月25日に、有料サイト、サロンプレミアムを開始。13万人以上が購読し、サービス停止の事態を回避するのに成功した。しかし、2年も経たない2002年11月、このサービスで、現金、非現金合わせて8000万ドルの損失が蓄積したと、発表。 2003年2月には家賃を払うのも困難になり、企業を存続させるために寄付を求めるようになった。2003年10月9日、サロンメディアグループの社長及び最高経営責任者であるマイケル・オドネルは、変わる時として会社を去ると発言した。サロンドットコムは、立ち上げから現在まで8360万ドルの損失を出しており、 OTG ブリティンボードにて5セントで株式取引されていた。この時チェアマンで編集長だったデビッド・タルボットが新たな最高経営責任者に最高財務責任者だったエリザベス・ベッチ・ハンブレクトが社長に就任した。2008年7月、ソーシャルネットワークサイトとブログネットワークのオープンサロンを立ち上げた。このサイトは2009年のナショナルマガジンアワードの ベストインタラクティブフィーチャーにノミネートされた。しかし、o p e n サロン o n c o m は編集権の不足を読者、ユーザー双方から批判された。2011年6月10日、サロンのチャットと掲示板が閉鎖された。同時に掲示板管理者によって、サロントコムは未だになぜチャットと掲示板を閉鎖するのか理由を言っていない。というメッセージが掲載された。1日に、 無料記事を約15本提供。収益はページの広告である。新たな記事の約20%がサロンプレミアムサービスの購読者のみ閲覧できる。他の購読した場合の特典として無料雑誌や広告なし閲覧があり、非購読者には非常に目立つ広告が表示される。読者は記事を見るときに15秒のフルスクリーン広告を見る必要があり、これを避けるには デーパスを購入するか、サロンプレミアムでアクセスする必要がある。しかし、サロンプレミアム購読者が約10万人から1万人に減少したため、2011年に収益を上げる複数の手段を用意したサロンコア購読システムに再モデルを行った。ありがとうございます。